ヨークはイギリス海軍の重巡洋艦、ヨーク級。ヨークは1927年5月18日に、寄港し、1928年7月17日に、浸水、1930年5月1日に、浸港した。収益後、本国艦隊の第二巡洋艦船隊機関となった。北アメリカ、西インド艦隊の第八巡洋艦船隊で活動した後、 第二次エチオピア戦争のため1935年と1936年は地中海艦隊に派遣され、それからは1939年9月の第二次世界大戦勃発までアメリカ艦隊に属した。1938年にハバナで取られたヨーク。1939年9月、ヨークは戦団護衛任務に従事するためハリファックスへ移った。10月、 ハリファックスで通称破壊艦の捜索や戦乱護衛に当たる海部隊に配属。10月31日から11月22日までバミューダで修理を行い、それから12月にイギリスへ戻って完全な修理を受けた。それが2月9日に完了すると、ヨークは本国艦隊の第一巡洋艦船隊に配属された。1940年3月3日、 デンマーク海峡のアイスランド近くでヨークはドイツの封鎖突破船アーカスを発見した。だが、アーカスも打破される前に自沈した。1940年4月初め、イギリスのノルウェー侵攻計画である R4 計画の下でヨークの属する船体は兵員輸送任務に割り当てられた。4月8日にドイツ軍によるノルウェー侵攻が近いことがわかると兵員は降ろされ、 ジョンカニンガム中将が指揮する船体はすでに海上にあった本国艦隊の本体と合流した。4月10日、ヨークは空襲により大破した駆逐艦エクリプスを修理のためラーウィックまでへ行するよう命じられた。4月24日から25日にかけてヨークと軽巡洋艦マンチェスター、バーミンガムはグリーンハワード連隊第一大隊などの兵員を ロサイスからアンデルソーネス及びモルデまで運んだ。そして、ヨークは4月26日に帰島した。ヨークは3隻のフランス輸送船や、多数のイギリス駆逐艦と共に、5月1日、2日に実行されたナムソスからのエーフッツ兵の撤収作戦に投入された。その後、希望本周りでエジプトまで戦車を運ぶ船団を、K12 洋艦 A ジャックスと共に護衛。護衛後、 地中海艦隊の第三巡洋艦船隊所属となった。9月27日にアレクサンドリアに到着する。9月28日からメガバイト5作戦に参加。マルタへの兵員輸送に従事する軽巡洋艦リバプール、グロスターの護衛部隊の一員として出撃した。1940年10月、メガバイト6作戦に参加し、 マルタへ向かう戦団の支援のため戦艦ボスパイと、バリアント、マレーや、ラミリーズなどと出撃。期間中の12日、軽巡洋艦、エイジャックスの攻撃で大破し放棄された、イタリア海軍の駆逐艦アルティリエーレを沈めた。11月、ヨークはメガバイト8作戦に参加、タラント空襲を行う空母イラストリアスの護衛などを、務めた。続いて、 メガバイト級作戦に参加する。スダワンで放棄されたヨーク。ヨークは1941年3月26日、クレタ島のスダワンで、イタリア海軍の駆逐艦、フランチェスコ・クリスピ、クインティ・ノセラから発信した、爆装定の突入で大破。その後も空襲により損傷した。さらに、ドイツ軍がクレタ島に侵攻したことにより1941年5月22日に放棄。 爆破された。ヨークは戦後、解体され、スクラップとなった。ありがとうございます。